はいえー、通常、今日楽曲を作る時、えー、イントロ A、B サビ、アウトロと、まあ、このような流れで作ることが多いと思うんですけれどもこのドラマートラックもそのように、えー、紐付けができたら便利ですよね。 はい、実はできます。では、その声方法をご説明していきます。えー、まず、この、えー、ドラマートラックを立ち上げた時点で、えー、何も、えー、選択しない状態で、えー、G を押してください。あはい、えー、G を押すと、こういったグローバルトラックという画面が出てきます。はい、えー、この状態のこのアレンジメントという部分の右側にプラスボタンがありますね。はい、こちら、誤解をしてみましょう。 はい、イントロバースコーラスブリッジアウトロはいこのように表示されます。 はい。ちょっと、ロジックプロテンというのは、海外で作られたソフトですので、A、B という表示ではなく、バースが A ですね。で、ブリッジが B になります。で、コーラスがサビになります。ちょっと外国で作られたソフトですので、日本のように A、B、サビではなく、A からサビという形になったりするので、これも直すことができます。で、直し方なんですけれども、この文字の部分を触れていただくと、矢印が上下に出てきます。選択すると、 はい、選び直すことができるんですね。ですので、A、B、サビという流れに戻しますので、えー、バース、ブリッジ、はい、コーラスト。はい、これで準備はできました。はい、では、次に何を,するという、えー、何をするかというと、えー、この黄色い波形、消します、はい。で、このトラックも消します。 はい、そうすると、えー、先ほどの、えー、ドラマートラック、えー、選択した時の画面出てきますね。はい。この状態で作成をしましょう。はい。見ていただけますでしょうか。えー、この木先ほどまであった黄色い波形ですね。イントロ、バース、ブリッジ、コーラス、アウトロともう入ってます。えー、こちらもうすべて違うフレーズが、えー、読み込まれてるんですね。はい。ちょっと簡単に作成してみましょう。 はい、続きましてバースですねはいじゃあ次に B メロにいきますとりあえず変わってますね このように、なんと楽曲の流れに沿ってドラムパートを、えー、自動的に組んでくれるんですね。で、これ例えばもうちょっとサビ2回繰り返したいということであれば、一旦ちょっとこちらアウトロケしていただいて、えー、これをもう一度、えー、コーラスにしてしまいます。はい。で、ここで、えー、コントロールクリックで、えー、ドラムリージョンを作成ですね。 はい、ドラムリージョンを作成とすると、えー、コーラスが出てきますでこの次に、えー、アウトロをつけたいということであればもう一度プラスを押していただいてこれを、えー、アウトロに直すとで同じように、えー、この波形の最後の部分を選択してリージョンを作成という、えー、とアウトロが出てきますはい、えー、このようにも、えー、使用することのできるドラマトラックですね是非、えーえー、ご自身の制作活動に役立ててください はい、お待たたたせいししました、えー、今日から使えるロジック Tips2、えー、回目の本日は、えー、先ほどご紹介した、えー、ドラマを使ったテクニックになります、えー、先ほど、えー、使ったドラマの音色なんですけれどもなんと、えー、この BFD3 の音源に差し替えることができるんですね、はい、ではその方法についてご説明していきます はいえー、それでは作成したドラマートラックの音色を BFD3 に、えー、差し替える Tips、えー、ご紹介していきます、えー、まず、えー、作成したドラマートラックを選択していただいてそうしますと右側にこのドラムキットという部分がございます、はい、こちらを、えー、選択していただいて au、えー、音源から、えー、BFD3 に差し替えを行います はい、えー、こちら BFD3 の画面が出ましたね。はい、えー、それでは、まあ、お気に入りのセットをまず、えー、選択するほどになるんですけれども、はい、えー、で、ドラムの読み込みが終わりました。そうすると、もう音が、えー、流れるような形になります。では、ちょっとこのままの状態で、えー、一度再生をしてみたいと思います。 はいもう何が何だかわからないですね。はい、えー、では、これを、えー、ドラマー機能に、えー、最適化します。えー、そのものなんですけれども、えー、一番左の、えー、はい、えー、一番下、ロードキーマップですね。はい、こちらを選択して、えー、下がっていきますと、なんと、ロジックプロテンドラマーというのが出てきます。これをロードします。 ははい、ではこの状態で再生をしてみたいと思いますはいこれで無事差し替えが終わりましたはい、BFD のお切りのキットを、えー、ドラマーのこのフレーズをですね作る機能それぞれの美味しい部分をうまく使うことができるんですね 他にも、えー、ドラマートラックで作成したリズムをある分だけ少し編集したいということであれば、えー、この黄色い波形を選択していただいて、インストルメントトラックにドラッグ。えー、そうすると、えー、ミディデータに、えー、自動的に変換をしてくれますので、えー、この状態にしてから、えー、ご自身で、えー 右を、右、えー、ノートを動かしてフレーズを変える、組み替える。こういったこともできますので、えー、ぜひ、えー、このドラマ、トラック、えー、あまり使われていないという方い,ましいらっしゃいましたら、えー、一度、えー、使ってみていただければと思います。次回は、えー、Apple Loop と、えー、サンプラー EXS24 について、えー、触れていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。